コート上にご注目ください。ただいまより東京グレートベアーズ、ホレアス北海道の両チームが両チーム苦しい流れの中ですが、チャンもう少しでも全員が反応してる。これより15分間のハーフタイムを挟みます。先行される場面も多かったですが、まずは試合を終えた今の感想を教えてもらっていいですか。昨日に引き続き、たくさんの人たちの前で、勝利を飾ることができて本当に嬉しく思ってます。さあ、そしてサービスエースも含め今日は非常にサーブ効果的に相手コートに行っていたと思います。何かこうサーブ含めて意識されたポイントはあったんでしょうか。まあ、サーブはもう僕の本当武器だと思っているので、そこは自信持って今日はしっかりとコートに入れれば崩れると思っていたので、そこは自信持って打っていきました。さて、一つ因縁めいた話を伺いたいなと思うんですけども、元チームメイトボレアスの並ば井上選手も昨日からサーブ含めて絶好調でした。同じポジションということもあり、何か意識したり感じた部分はあったりしますか。そうですね、まあ、同じポジションで一緒にやってたっていうのもあるので、まあ、意識というか、まあ、ライバルではないですけど、こう一緒に戦っているという仲間というか、そういう感じですね。はい、わかりました。では MIP は格下小田島選手、最後に会場と配信をご覧の皆様に、次の試合に向けて、また1万人プロジェクトに向けてなどありますが、一言メッセージいただけますか。今日は本当にたくさんの応援ありがとうございました。今後もたくさんホームゲーム僕たち控えているので、来月も、その後の1万人プロジェクトも、ぜひ会場に来て応援してください。よろしくお願いします。今日はスタートからというわけではなかったですが、2セット目からのサービスエースを含めた
いろんなサーブポイント、まさに柳田正弘という姿を我々見せていただいたと思います。まずは試合を振り返って柳田選手の感想を教えてください。まあ、昨日から今日にかけて序盤特にボレアスさんからプレッシャーをかけられながらバレーをしていたので、その中でしっかりと跳ね返してこういった結果を、チーム全体でチームみんなで掴むことができて非常に嬉しいです。そして昨日古賀キャプテンにも一部伺いましたが、ここまでの長いトンネルの中からの今日までの2連勝、まずはこの弾みをどんな風に受け止めてますか。まず結果をしっかりと自信につなげていけるタイミングだと思いますので、少し間が空きますけど、まあ、次また負けられない戦いが続くということで、またチーム全員でしっかりと準備して2連勝だけではなくて3連勝4連勝と続けて勝っていきたいと思います。さて東京グレートベアーズ、今 SNS でバレーボールは楽しい、そして勝てばもっと楽しいというワードも含めながら1万人プロジェクトに向けて、皆さんにバレーボールをどんどん広めていってると思います。柳田選手、1万人プロジェクトに向けて何か一言ありますか。はい、まあ、本当先ほども紹介あった通り、古賀キャプテンがもうツイッターとか SNS でも書いてあったんですけど、やっぱり皆さんが楽しまれる前に自分たちが一番楽しまなきゃいけないと思っているので、やっぱりそういうバレーボールを見せしたいと思いますし、そういった自分たちが楽しくバレーやる姿を見せられる時におそらく1万人プロジェクトの達成がつながってくるのかなと思いますので、そこに向けてもちろん勝ち星を重ねていくことはありますし、自分たちがそれ以上に楽しい姿を、会場だったり配信を通してお見せできればと思っています。さあそれでは最後に会場にお越しになったファン、リルベアの皆さん、そして配信をご覧になっている皆様に柳田選手から次の試合に向けて、メッセージをいただけますか。はい、まずは今日もたくさんの応援本当にありがとうございました。引き続き、負けられない戦い続きますし、自分たちも、まずは先ほど言ったように楽しんで結果につなげられるようなバレーボールを体現していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。本日の V リーグアブザマッチ VOM 柳田正弘選手でした。ありがとうございました。